今週も始まりました。今日で第6回目脳の筋トレラジオコーチングって何今日は島さんの代打で銀座コーチングスクール認定コーチ先週ゲストだった右田彌彦が担当しますこの番組では今だ沖縄ではもちろん日本では馴染みのないコーチングというコミュニケーションスキルを広く周知させるためにお送りしますリスナーの皆さんはコーチングって知っていますかほとんどの方が 対象者に何かを教えてあげるとか、何かアドバイスをしてあげるとか思うかもしれません。しかし、この番組でこう紹介するコーチングは全く違います。この番組で紹介するコーチングは、ゲストに教えることもしませんし、もちろんアドバイスもしません。じゃあ何するのって思われた方が多数ですよね。この番組で紹介するコーチングは、ゲストの話をよく聞き、共感を持って傾聴する、その中で、 本人特有の思い込みや思考の癖を質問の力で変化を与えていきます質問を重ねることで思考が深,深掘りされていくことがわかりますそうすることでゲストなりの私の答えにたどり着きますその答えにはゲスト自身の大切にしている価値観や成功体験などが含まれていることがほとんどです そうやって自分の価値観を知り自分の成功パターンを知ることにより自己一致感を持って自ら自己成長していくコーチングというのはその手助けをする手段です先週の放送では私がコーチ役志麻さんをクライアント役としてセッションを行いましたセッションは理想の人と付き合う方法というテーマでした理想の人とは広瀬良子さんでしたね 志麻さんは私の質問に答えながら広末涼子さんと付き合う道筋を描きましたまず志麻さんに具体的に広末涼子と付き,付き合っているイメージありたい姿を思いっきり想像妄想してもらいましたこんな声をかけてあげたいヨーロッパの旅行に行きたいトライアスロンに出場してゴールで待っていってほしいなど志麻さんの中で自分がもっと成長しないといけない お互いコミュニケーションを大切にしたいという気づきを得ましたまた理想の状態を100%とした場合現在は何という質問に対して現時点では答えは2%これを10%に上げるためにはまずは知ってもらうこと具体的に SNS や番組などにリスナーなどとして参加するそして自分自身が、えー 広瀬良子の目にに入るるように有名になる最初の一歩はまずこのコーチングラジオで頑張ってコーチングの第一人者になるそして最後は広瀬良子のコーチになるという道筋にたどり着きましたはい早速 TikTok も頑張ってるようです脳の筋トレラジオ TikTok 版では開始から3週間で46万回再生を突破しているということです 先週からプラス16万回再生です。興味のある方はぜひご覧ください。この番組では毎週様々なゲストを呼び、コーチング的なコミュニケーションを行うことで、ゲストに様々な発見、気づきをしていただきたいと思っています。また、毎週リスナーの方にもコーチング的な質問をしています。今週の質問は、他人に言われて嬉しかった言葉は、他人に言われて嬉しかった言葉は、です。 どしどしお答えください。メールアドレスは761アットマーク FM 小ザ761アットマーク FM 小ザです。FM 小ザではツイキャスト YouTube のライブ,ライブで、えー、映像と音声を生配信しています。FM コザのホームページから見ることができますのでそちらもお楽しみください。また番組の模様は 番組の終了後、FM コザの YouTube チャンネルにて見ることができます。過去の放送や FM コザの他の番組も見ることができますので、そちらもお楽しみください。番組オープニング曲は、劣ゼ01をお送りしてます。今日のゲスト、GCS 認定コーチの古の清隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。えー 今日はもういつも通りトノさんとお呼びしていいですか。よろしくお願いします。<laughs> はい。えー、トノさん今日あの本当にゲストありがとうございます。ねえー、もう緊張してます。すごい緊張します。はい、<laughs> すごい緊張します。<laughs> 先週急遽大だということで、あのこんなタイトな日程で参加してくれるのは誰かなって思ってて、もうね早速すぐにトノさんしかいないと思って飛ばしてもらいました。最初メッセンジャー気づかすいませんでした。全然気づかなかった。<laughs> あのね、いつもフットワークの軽い殿さんなんで絶対 OK してくるだろうなとは期待してだ <laughs> <laughs> かねあの本当ね OK ってもらった時嬉しかったですねいじゃあまずちょっと自己紹介をお願いしたいんですけど。 はいえー、と私は、えーとまあ、名前は古殿というところの名字なんですけども名字としては鹿児島なんですけど生まれは北海道ですね。で転勤族で、えー、と北海道、東京宮城の仙台横浜、茅ヶ崎、えー、福岡、北九州で広島 <laughs> すごいねを、はい、転々としてでそのまま広島で就職して、うん、で転職活あの仕事の都合で10年前に。 沖縄に来てで永住を決めるために今の仕事についてっていう形で沖縄10年目の10年目へえそうですかで仕事先でコーチングを教えてる人になりたいなっていうところもあってさっき話した GSS のコーチング研修を受けてその同期として三田さんに出会ったわけですよねはいそうでしたねはい本当にね一緒の同級生でね一緒に接種を練習の やりましたねりましたね,ね<そ>ドキ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 しながら今までずっと2人とか数少数だったのにあの時だけ4人になったじゃないですか最後のコーチングが違ったまた緊張感もあってそうですねいろんな人を聞いて、えー、面白かったですね僕はあのほとんどあのコロナ禍ということでオンラインでこう受けてたのでこのリアルでコーチングセッションをす,するっても本当に何回かしか実はなかったんですよその中の中一人トさんんだったんで、うん すごいもう印象残ってて、うん、いやこなれた感は右田さんの方がすごかったですよ <laughs> な,なんかね声がこういう落ち着いた声なので慣れてるかもしって思われるかもしれませんけど実はめちゃくちゃ緊張して <laughs> 頭の中がもう渦巻き状態でしたよねいやすごかったですよちょっと営業職かなって思うくらいすごかったそんなことないですよえー、そうですね十年目ということでちょっと僕もね沖縄に来て十年目ぐらいなんですけど。 あの沖縄でいそうですね、10年も経ったんだなって、やっぱり何より楽しいですよね、何より昨日もそうだったんですけど、ビーチパーティーもやっぱ何よりも楽しいですし、はいはい、暑い海の前で冷たいビールを飲む <laughs> なんて幸せなんだろうって思いながら、ご自宅はどこでしたっけ 自宅は海がないハイバレです。<laughs> ビーチパーティーはどこ,どこでやるんですか？<laughs> この前ビーチバーティーはえっ、ー、とあの波の上で新しくできた工事区ビーチの子ではい。ええー、そうなんだ。綺麗なサンセット見えて最高でしたね。僕はね名古屋なのであのね名古 b e a c でやることが多いんですけど。<ー>うん、うちはね田舎なんで庭があるんで庭でやるのがほとんどかな。<laughs> <ご> <laughs> 庭。素 <laughs> しいで。あのサザエさんの波平あ。 マスオさん状態なんで庭でねやってや大体夏のちょうど7月ぐらいは毎週週末バーベキューやった沖縄に住んでる感ありますね <laughs> そっちの方が僕はへばらないとてもじゃないけどそんなことできないのでいいあじゃあぜひこの、はい、名古屋でねみんな集まってですねやりましょう、ねはい、いいですね,ねのんびりね間違いないかもしれないねいない、はい、その時宿を取るので間違いない <laughs> いいですね <laughs> ぜひ楽しみにしてますお願いします 園さんはコーチングとの出会いってどんなものだったんですか一番最初は、えー、と会社の、えー、と他の本社のメンバーがその銀座スクールコーチの,その銀座学校の方を受けていて、はい、会社のメンバーを受けてで卒業したっていうのをちょっと見てはいたんですね、うん、あコーチング職を取ってる人がいる面白いなって思ってて、うん、で自分がいざその、まあ、会社でお金出して研修なんか受けていいよって言われてたので。うん まあ、だからそれだったらちょっとコーチングやってみようかと思ってそこから、うん、はい、まあ、よく本当に理解もせず一旦コーチングっていうキーワードにむしがみついて受けにみたいな感じですよねああ,れあ分かりますわかります,<あ>すキーワードにね <laughs> そうキーワードにどうですか実際それをコーチングを学んでみて体験してみてああ やっぱり受けまずそのコーチング受けるのも,とても自分にまず刺激がなったというところが白いなといなと思いましたねその資格取るためにその相互でコーチングをするというのがあるんだったと思うんですけどが、うんうん、それはとても。 毎週、毎週なんか自分をブラッシュアップしてくれるタイミングがあったのもすごい良かったですし、うん、でコーチングに学んだとんどんコーチングすスキ結構コミュニケーションスキルがとても多いので、うん、やっぱ仕事場のメンバーと話すときのコミュニケーションというのはかなり大きく変わったんじゃないかなと思えるぐらい、うんあはいかななりりはい、どん,などんなところか一番大きいのはその人の話を受け止めるあのコーチング<あー> <laughs> どうしても今まで受け入れて一緒に気分が沈んだりとか。 <laughs> 一緒に気分が盛り上がってみたいなのがすごい多かったんですけど、うんうん、もう冷静に一回話を受け止めて、うんうん、で客観的に話をするみたいなところができているのが一番大きいかもしれないですね。そうですよね。僕もそれを同じように感じますね。あのちょっと余談なんですけど、あのよく会社にいたずら電話とかかかってくるじゃないですか。僕はないですけど、<laughs> <laughs> なんかね、前ね、闇金業者がなんかから電話がかかってきたので、ね、そ,その時に。<laughs> あ、これ傾聴だと思って、あのはい、はい、そうですねつって <laughs>、結構意外と話してくれて、楽しかったな、すごい <laughs> 世界があるんだな、コーチングのおかげかなって思って、まあ、それどうでもいいんですけど、完全に感情ゼロして聞いてる感じですよ。<laughs> <laughs> いやでもね、本当に、ね、聞,く聞くスキルとかね、あれはとてもとてもいいと思います。そ、うん、そのの他他はいかかかがですかその他ですす でも、相,相手に話をさせるっていうところは本当にうまくなったんじゃないかなと思いますよね、興味を持ってその質問する、聞いてあげるのもそうです質問することによってあ、相手、本当に興味を持ってもらえるんだと思って、どん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 ん話をしてくれるようになる、視点を切り替えて、じゃあこうなの、どうなのみたいな話をすると、より向こうが深掘りされて話してくる姿とか見るとうんうんあ、やっぱやってよかったなっては、本当に。だからは僕もあん、ま そんな頑張ったつもりなんですけど、ふるさんに話すとめっちゃ話してくれましたみたいなことをやっぱよく言ってくれたので、うん、あよく言ってくれるので、うん、の話で気持ちよかったですよ。よコメントはすごく嬉しいかなと思います。え <laughs> その時はどんな気持ちなんですか？いやもうでも単純にやっぱ嬉しいですよね。<laughs> やったみたいな。本当にあのよかったよかったと思って、僕と話して楽しかったんだって思ってるのがやっぱ何よりも役に立ってたんだって思えたことがやっぱ嬉しいですかね。<laughs> うん、コーチングを学んでトナさん自身がなんか変わったこと 変わったとか気持ちに変化がああっったってありますあでもそのそうですねいろやっぱんな人とまず話せるようになったっていうところとどんな状況に対しても冷静にいられるとかそれはやっぱその受け止めるができるようになって、まあ、かといってそのずっとその感情ゼロっていうかその全く興味がないっていうわけじゃなくてもう淡々と話を聞いてあげて淡々と質問してあげてたくさん話してもらうっていうことが、うん、まあ誰に対しても できるようになったところが大きいのかなと思います、はい、よかったそのおかげで今日こうやって ラジオに出演してそうなんですよね <laughs> そういうにな,ながってるのかな,かな,なびっくりですよね <laughs> ラジオ出る日が来るとは全く思わなかった <laughs> 僕も同じです <laughs> まさかこうやって喋ってるとはね,ね <laughs> 本当にお酒欲しいぐらいですねまさか FM 小座に来るとはもう思ってなかったので通りながらよく外から見てたんですけどねあ、うん、本当ここに FM 曲があるんだなと思ってずっと見てたのでうん、うん、まさか内側の人間にね <laughs> 放送する方とはね、<laughs> 思い出がいなかったですね、は,い、はい、ありがとうございます。じゃあ、そうですね、今日はあはリクエスト曲頂い,いてるので、リクエスト曲紹介してもらいたいのと、なんで今日この曲選んだんですか <laughs> えーとー、まあ、夏になると、まずそのよ見たい映画の一つ、うんで、やっぱそのサマーウォーズなんですね、うん、今回選ばせてもらったのが。うん、で、どうやら日本全国では、このサマーウォーズを映画館で上映するらしいんですけど。うんお 沖縄では、放映、うん、しないようになので <laughs> まて、せめてここからだけでも、その雰囲気を味わってもらえたらなと思いまして、今回サモーズの主題歌の方を、あリクエストさせていただきました。じゃあ、曲紹介お願いします。はい、それでは、えっ、ー、とー、サモーズの主題歌で、僕らの夏の夢。お願いします。<laughs>